平成16年台風第15号は2004年8月に発生し日本列島に大雨や暴風による被害を出した台風である。後に極地激人災害に指定された。進路図2004年8月16日にフィリピンの東海上で発生した台風15号は17日には沖縄県久米島の再開場を通り東、シナ海へ進んだ。その後は 強い勢力を維持したまま、東、シナ海から長崎県津島付近を経て日本海を北東進し、強い勢力で20日6時過ぎに青森県の津軽半島に上陸。同日18時に北海道根室市の南東海上で温帯低気圧に変わった。台風が沖縄近海から東、シナ海を北上中していた17日から18日に、 かけて、西日本や東日本に台風の外側の暖かく湿った空気が流入し雨雲が発達して、四国地方や九州地方などで非常に激しい雨となった。愛媛県四国中央市と三里での総降水量はおよそ600ミリメートルに達し、8月の月間降水量の平年値である240.9ミ、mm、リメートルの約2.5倍となった。 さらに台風が前線を刺激したため、20日までの期間降水量は四国地方で600ミリメートルを超えたほか、東北地方や北海道の一部では台風や前線の影響により200ミリメートルから300ミリメートルの豪雨となった。また台風接近時を中心に九州から北海道にかけての日本海側の各地で暴風となった。ありがとうございます。